こんにちは、八尋です。今回は知識があればうまそうに見せることはできるっていうテーマで、お話をしていきます。今僕はですね、皆さんにこうするといいですよ、フォアハンドこういうふうにやるといいですよみたいなお話はしてると思うんですけども、知識がありますね、ある程度それっぽい動きには見せることができます。これっていうのは、僕はですね、左手でフォアハンド今から打つので、左手で打つ場合、僕は一番打ちやすい状態、今現時点で一番打ちやすいのはこういう打ち方です。こうすれば大体そのなんですね、ある程度ラリーが続くかなと思うんですよ。これ一番なんていうの、安心するというか、普段全然全く練習、左手使ってない、片手バックでやってるし、左手使うけど、そのトスを上げたり左手を決めたりとか、そういうことには使うんですけども、打つのには使ってないので、なんとなく今安心するのはこういう状態だけど、こういう状態はうまくは見えないですよね。これでラリーが続いたところで、ラリーが続く、例えばこの打ち方で100回続いた場合、それっていうのは強いっちゃ強い、強いっていうのは試合に勝つか勝たないかって言われたら割と勝てると思うんですよね。その初心者の中ではミスしないから、ミスしないように返せるから、強いかもしれないんですけども、うまそうには見えない。うまそうっていうのは、上級者っぽく見えないですよね。で、上級者っぽく見せるためにはある程度知識が必要で、その知識っていうのはいつも言う、ちょっと今左手でやってますけど、両手でターンしてテイクバック完了してドックパッドして面開いてキャッチして打ち終わってっていう、流れがあるとしたら、左手でやったらどんな感じになるのか、見せます。もちろん右手よりはめちゃめちゃ下手くそなんで、全く1秒も今年は1年だけで言っても1秒も練習してないんですけども、1秒も練習してなくても、頭の中ではこうすればいいっていうのは入ってるので、ある程度それっぽく見せれるんじゃないかなと思います。ちょっと実際撮影もしないんで分かんないんだけど、実際にこの今撮影して見返しもしないので、どんな感じでできるか分かんないんだけど、ある程度できると思う、ある程度どんな感じか見せます。あんまかっこよくないから、じゃあもう一回いくよ。それっぽい感じ。左手初心者、なんか全然力入んないですけども、全然力入んないんだけど、なんとなくそれっぽくは見えるんじゃないでしょうか。さっきのこの打ち方と比べればまだうまそうには見えますよね。なんとなくわかります。はい、でじゃあここで何すね、ある程度この知識があればこんな感じにはなるんだな、練習してなくてもこんな感じになるんだ、全然力入んないですけどね、はい、こんな感じになるんだなって知った上で、じゃあ、打ち方がある程度良くなった、よし終わりってわけではなく、じゃあ皆さんが、どうせテニスやるならある程度はこうライバルに勝ちたいとか、試合でこうポイント取りたいとか、自分のペアに迷惑かけたくないな、この打ち方だったら100回返せるのに、こんなに意識することがあったら10回返せればいいかなっていう風になるかもしれないですけども、その場合っていうのはこっちでやった方が試合では勝てる、ペアにも迷惑かからない、なんだけどこっちでやることによってミスが増えるかもしれない、最初は。だけどそれはですね、今目先のことしか考えてない場合はそっちの方がいいかなって思いますよね。とにかくすぐ結果が出るんで。だけどそれよりは今からじゃあ僕がちょっと想像してほしいんですけど、今僕の左手をレベルアップさせようと思った時に、じゃあ、これで1年間毎日やってきましたよっていうパターンと、これで1年間やってきましたよっていうパターンだったら、どっちの方がいいかなって考えてほしいんですよね。はい、ちょっとこんな感じで言ってた方が良さそうに見えますよ。どうでしょう。ちょっとそんな感じです。もちろんね、これで試合出ますとかそういうことはないんですけども、右手でやった方がもちろん力が入るし、もうこの感じは分かってる。左手でやると全然なんすね、すごい違和感だらけなんですけども、違和感だらけなんだけど、テニスをじゃあやったことない初心者の人、初心者っていうかテニスをやったことない周りの人が見ても、これで上手いよりはこっちで打ててる方がテニスっぽいねみたいな、なんかちょっとこう
上級者っぽい、こう、お、上級者っぽいねって思わせるのか、あ、初心者っぽいねって思わせるのか、あの全然違うと思うので、はい、まああの、そうね。なんでまずはこの流れを一個一個確認してできるかな。で、一番手軽なのが鏡とかで、あの真正面で皆さんが撮るのが一番、まあ、手軽とは思うんですよね。手軽とは思うんだけど、鏡ではいい感じでできるんだけど、実際ボールと崩れるんだよねっていう方もいると思うんですよね。で、そういう方は僕はよく言うんですけど、ボールとのタイミングがそもそも合ってない、あの合ってないというか、例えばですね、じゃあもともとこういう風に打ってた人っていうのはボールに対してこういうリズムを取りやすい、ちょっとあの番号で言うので、あのそう思いながら見ていただければ、1、2、3、このリズムがこの打ち方にとって最適なリズム。今何をしたかというと、ボールが上がって落ちるまでラケット面をセットしました。1セットって言っても、そんなの引き切ってるわけじゃなくて、まあ、心地いい場所に置いといて、でボールが地面に当たって上がるときにしっかり引いて打球しました。そう思いながら、1、2、3、腕が短くて軽いので早く深く引いちゃうと力が入りにくいんですよね。なんであんまり引きすぎずにある程度のところに置いといて、そっから逆走して方向転換させながら振ると、まあ、一番力が入りやすい、力が入りやすいです、ね、入りやすいかなと思うんですけども、そのリズムをとってこの打ち方を、まあ、鏡の前でしっかり練習してやり方をやろうとすると、大体こういう人が多いのが、ボールが上がって落ちるまで両手で、ボールが落ちて上がるときにテイクバックってなるのでバタバタなんですよね。これ間違いのタイミング、1、2、3、4、5、わかりますかね。1で待っててテイクバック遅くて、ボールが地面について上がるときにテイクバック完了したのでバタバタになって振りにくいみたいな。じゃあ OK なリズムは、ボールが上がって落ちるまでに1、2、3で、ボールが地面について上がって落ちるあたりで4、5、ちょっとリズムをそう思いながら見ていただければ、1、2、3、4、5、ちょっともう一回、ちょっと左手下手くそなんで、あのちょっと打ち方としてはあのこれを真似してくださいとは言いづらいんですけども、まあ、あの全然力が入んない、知識だけある、そんな状態の人の練習メニュー、練習だと思っていただければ、1、2、3、4、5、このリズムを取ることができればいいので、1、2、3、4、5、はい、まあ、ちょっと見苦しい姿をお見せしますけども、まあ、一応右手であの本当はこんな感じやってくださいっていうのを、あの本当に今ちょっと撮影してるんで、実際の左手 うまそうに見えますよねって言ってますけど、実際は全然綺麗じゃないと思うので、まあ、右手でちゃんと、まあ、ある程度綺麗に見せようと思います。ボールとのタイミングもあのなんですね、まあ、含めてあの動きの流れ、形だったりを、参考にしていただければと思います。はい、まあ、そんな感じで、なんだっけ、今回のテーマは、まあ、知識があれば、まあ、ある程度うまそうにはあの見せれますよ。だけど、まあ、試合で勝ちたいんだったらしっかりあのこれで練習をたくさん繰り返して自分の中の当たり前はこれだってなってしまえばいいんじゃないかなと、まあ、僕の中でもこれが当たり前なので、まあ、僕のチャンネル見てない、あ、見てなかった方は、もともと僕が学生の時はこういうふうに言ってました。まあ、こういうふうに言ってるところから、まあ、ちょっと握り方を変えたり、打ち方を変えたりして、まあ、頑張ってきたので、今になってはね、もうこれが当たり前なんですけど、もちろん最初は違和感だらけでした。難しいな、こんなに考えながらできないよと思ってたんですけど、もう今では別に何も考えなくてもできるので、まあ、人間でよく言いますよね、マッスルメモリーって言って、
最初自転車とか乗れる気しなかったけど乗れるようになったら簡単だよねみたいな、最初泳げなかったけど泳げるようになったら簡単だよねみたいな感じで覚えていくので、まあ、どうせ覚えるんだったらいい動きを覚えた方がいいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。じゃあそんな感じで、今回の動画終わります。また次の動画で、お会いしましょう。ぜひいいねとコメントと、チャンネル登録のよろしくお願いします。あとは毎朝、コメントをすべて返してスキラジっていうのを上げてるのと、ボイシーの方で僕の考え方だったりを発信しています。参考にしていただければ。じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せてるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。